この番組では皆さんの人生や生活の役に立つ本を紹介しています音声だけですので耳だけ貸してください今回紹介する本は与沢翼氏のお金に愛される新投資術2回目ですこの本を読んで印象に残った部分を紹介していきますそれでは始めていきます株という種をまけば3週間でも未来は動く まず頭に入れておいてほしいことは、あなたが投資するのは日本株の個別銘柄だということです。個別銘柄こそが最も自分が成長できる投資方法なのです。少ない軍資金でもとにかく走り出す。少しでも自由に使えるお金があるならば、 今すぐそれを元手に株を買ってみるのが良いです。3万円でも5万円でもいい、少ない金額であればあるほど心理的なプレッシャーが軽減されるので、むしろ少額から試運転する方がベターです。何十年もかけて貯めた大金を最初に惚れ込んだ銘柄につぎ込むようなことだけは絶対にやめてください。株は小さく始めて大きく育てるのが鉄則です。 軍資金を投じる上で大切なことは、なくなっても困らない、困ることはない、と思える金額を投資すること。上手に億単位のお金を生み出した送り人と呼ばれる人たちを研究してみると、みんな小学から始めた人ばかりです。株は感情への負の影響を排除できる。 配分比率で続けるこれが株を長く持ち続けるためのけえ秘訣といえます最初の1週間で株式投資の全体像を把握する株式の保有期間中に継続的に受け取れる配当金がインカムゲイン株価の値上がりによって得られる値上がり益または売買債益がキャピタルゲインとなります このキャピタルゲインこそ株式投資の醍醐味。保有している株が大化けすれば、将来、送り人になることも夢ではありません。勉強の開始と同時にしなければいけないのが、ネット証券の講座解説です。作業自体は10分程度で終わります。はじめに済ませておきましょう。 口座を開設する証券会社は好みで決めて構いません。以前は各社で手数料の差が今より大きかったのですが、現在は大差がなくなってきており、判断の決め手にはならないと思います。より重視すべきは操作性。株の売買画面を見比べて使いやすそうと感じたところを選んでください。 ポートフォリオとは、いくつかの株式を分散所有すること、またはそのうちえ分散の内訳のことを言います。証券口座の画面上にも、保有株を一覧できるポートフォリオページや、気になっている銘柄を並べて一覧できるブックマーク機能があります。株の発注方法。一般的なのは、銘柄と株価。 数量を自分で指定して発注する差し値注文。いくら,かいくらでもいいからすぐに買える株価で買いたい、売りたいと株価を入力しない成り行き注文や全場や後場の終わり値で逆上させたい場合の引けなり、通常の差し値注文とは逆の500円以下に下落したら売りといった逆差し値注文も理解しておくべき基礎事項です。 昨今は米国株投資が流行っていますが、せっかく株式投資を始めるならば、私は日本株を軸にすべきだと考えています。なぜならば、日本のことはそこで暮らしている日本人が一番よくわかるからです。本来的に個別銘柄の投資には、開示資料の読み込みが不可欠。日本株は、 日本語という非常に難しい言語に守られているわけですから、海外の投資家よりも日本人の方が日本銘柄のチャンスには気づきやすいはずです。着実にお金を増やすならインデックス。人生を輝かせたいなら個別銘柄。 勉強や調査に十分なな時間が割けない間がけいは、ETF は有効な選択肢となります。ETF とはエクスチェンジ・トレーディッド・ファンドの略、上場投資信託です。初心者も参入しやすく、かつ投資の中で最も手間をかけずに済むのがインデックス。不必要なリスクや手間を要さずに着実に資産を増やしたいなら、 これを選択するのもありだと思います。本業や趣味、自分が得意とする分野の銘柄で攻める。それではいよいよ2週目の気になる銘柄を100社集めるのフェーズに入っていきましょう。銘柄自体は何でもいいのですが、できれば本業や趣味など、あなたが得意な領域のものを集めると、他の人が気づかない優位性を得ることができます。 読み解けるジャンルが難しい分野やニッチな分野であればあるほど他社に勝る強力な武器となります。これこそが投資のエッジ優位性です。あなたの強みを存分に生かしてください。決算書類とチャートどちらも読める力をつける。銘柄の良し悪しをさらに踏み込んで判断する上で、 絶対に必要なものが、決算とチャートまずは損益計算書と貸借対象表、キャッシュフロー計算書からなる財務3表を読めるようにならないといけません利益だけでも決算書類には5つの利益が登場するので違いを言えるようにしておかなければなりません。1の売上総利益。 2営業利益3経常利益4税引き前当期純利益5当期純利益かっこ最終利益ですこれらはどれも基本事項なのできちんと違いを覚えておいてください今後の鍵を握るのは研究開発費研究開発とはこれまでにない製品サービス 製造方法などを導き出すための調査・研究のこと、簡単に言えば、新規事業創出のためのコストです。将来性のある銘柄を見極める上で、一つのポイントとなっていくのが、この研究開発の項目。次の時代に備えて、新規事業開発のために巨額な資金を投入している会社は、将来の変化・成長の余地が大きいと私は考えています。 現状はさほど重要視されていませんが、今後はこの研究開発を行っている会社がどうかが長期投資対象として支持されるかどうかの分,け、えー、分かれ目になっていると思います。将来性を見極める上で大切なのが CEO の存在です。会社はトップの器を超えないという言葉があるほどですから、企業の価値を測る上で、 社長を知るののは必須の作業です株価が大きく伸びる銘柄の要素として、1、時価総額が小さめで、2、上場から間もなく、3、マーケットの初物という点も指摘しておきます。特に3、マーケットの初物の条件は、差別化要因として最重要と言えます。 その買う株をを買うべきき理由を徹底的に書き出す。す。週目はいよいよよ絞り込みです最後に1つだけこれだと思える銘柄を選べるように会社がこれまで発表した資料を徹底的に調べ上げていきます絞り込んだ1社は決算発表の内容がまとめられた決算単身を最低3年分行歴の長い 会社であれば大きい会社であればできれば10年分読み込みますその銘柄の株価が上がると思う理由評価されるであろう理由をかけるだけ書き出し今この株を買うべきという仮説の根拠を固めていきます一つの銘柄に対して評価できる理由を最低3個できれば10個ぐらい上げられるかなのが理想合わせて そのの会社のリスクも書きき出ししておきましょう仮説の間違いから改善のヒントをつかむこれこそが株で上達するための鉄則です今回は以上になりますまたお会いしましょうリスクでした